4時17分です。文化放送ゴールデンウィーク交通情報です。警視庁の郡山優子さん、お願いします。はい、お伝えします。絞りたてバービージュース。文化放送西川彩のおいでよクリエイティブ。ここからはスタジオ部員によるコラムのお時間です。バービーさんがその時フレッシュに話したいことを語る絞りたてバービージュースです。はい、今日はちょっと甘めに絞りたいかなと思います。今週ね、レディースクリニック行ったんですよ。私ホルモン治療してて月に1回お薬もらいに行くんですけど、いつもだったら30分とか1時間ぐらいで済むところ、めちゃめちゃ待ってて、めちゃめちゃ混んでたんですよ。待合室がいつもだったら結構スカスカなところが、椅子座れないぐらいパンパンになっていて、で、受付の人に聞いたら、いつもの3倍ぐらい待ちますって言って、で、3時間ぐらい待つ方もいらっしゃるよっていうことになってたんですね。で、聞くと、この4月から不妊治療が保険適用になったので、お客さんが、患者さんがすごい増えたって。すごいね、やっぱり確かに、今まで予約システムしっかりしてたんだけど、その予約システムが間に合わないぐらいにパンパンになってるのかなっていう感じが、予約していってる方でも3時間ぐらい待つことになったりとか、うん、そうなんですよ。ああいうレディースクリニックの予約ってめちゃめちゃ厳しいんですよ。かなり30分単位ごとに予約したりとか、ちゃんと人数制限とかかかってるはずなんだけど、それでもパンパンになっていて、でも先生は同じ数だから間に合ってない感じがして、はいはい、でその中には入れない待合室っていうのがあって、そこには男性が今度びっしり待ってんです。で、見てみたら、今度この4月の保険適用になってから、原則その治療計画の同意だったり説明は男性も一緒に聞かなければいけないことになったんですね。この、まあ、義務ではないんだけど、原則そうしてくださいって言って、例外はあまり認められないよみたいなクリニックが多くて、それですんごい男性もすごいいたんですけど、もうすっごい初歩的な質問してもいいですか。はいはい、もうそもそもレディースクリニックってなんだろうって今思ってきちゃったんですけど、レディースクリニック、そう、はい、そうですね、行かないですもんね男性は。そうなんですよ、レディースクリニック、婦人科系のことをいろいろ見てくれる、定期検診とか疾患がある人のものを見てくれて、まあ、婦人科ですね、はいはいはい、婦人科をレディースクリニックって言ってます。ちなみにそれ、その不妊治療するにあたって男性の同伴が必要だっていうことになってるっていうことって、この4月からある意味その、ね、レディースクリニックっていうぐらいだから女性の方が多いわけじゃないですか、うん、そうなんです。なんかそこに男性がいるっていうことの他の方の その心的な負担とかっていうのはあんまないんですか。そうなんです。それで多分クリニック側も配慮していて、入り口の外にブースがあるんですよね、はいはい、男性専用というか、付き添い人専用のブースがあって、中には入れない感じで、で説明の時だけこそ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 って言ったらあれなんだけど、こそっと男性がそのパートナーと一緒に入るっていう感じのシステムを取ってるみたいで、で今回この保険適用をの実施を得て、こんなに組む人が増えてるっていうのを見て、こんなに不妊治療をしたいと思って人がいたんだっていうのがびっくり、私は驚きだったんですよね。だから今まで、まあ、料金的に諦めていった方がすごい多いんだなっていう。どのくらいまで下がるものなんですかそれって。もう本当に人それぞれやる治療が全然違うのでピンキリなんだけど、平均で言うと1回の顕微授精とかって、しっかりと受精卵にする、顕微授精とかでいうと平均で200弱っていう試算が出てたりするみたいです。200弱、はい。で、今回保険適用になってから顕微授精そのものだと1万5000円ぐらいでやってくれるクリニックも出てきてるっていうことなんで、普段だったら30万ぐらいとか70万、30万とか70万とかするものが1万5000円ぐらいでやれるクリニックも出てきてる。10分の1ぐらいになる。ぐらいだから結構ハードルが低くなってるっていうので、人が増えて、これだと仕事休まないとなかなか通えないんじゃないかなってより思ったんですよ、はいはいはい、でいろいろ見てると厚生省の方からこの4月そのことを見越してなのかリーフレットが出ていて、不妊治療を連絡カードなるものを発行してるんですね。でこれっていうのは自分が勤めている事業所に、私は
こういう実施予定、不妊治療の実施予定でありますっていう時期を提出したり、こういう配慮が必要なんですよっていうのを紙に書いて提出できるそのフォント PDF なんですけど、要はその女性が会社に提出しなきゃいけないとか、提出をしても出してもらわなければいけないっていう、そうなんです。これ事業所に義務ではなくて、任意でこういうことをしたらどうですかっていう厚労省からの提案なんだけど、ちょっとハードル高くないですか。ちょっともし自分が社内でちょっと出しづらいというか、出しづらいですよね。だってね、変な話、その、なんかこう、今私生理ですっていうのと同じぐらいのその心的なこうストレスありますよね、うん。かなりセンシティブな内容を。それをその会社側に出してくれって。そう。またなんとなくこう、お役所っぽいというか。ね、そう、経営者目線で見たら確かにどれぐらい休みたいのかとか、はい、どれぐらい配慮が必要なのか知っておきたいって気持ちは、まあ、分からなくないけど、これ提出するってことはこの何、もしダメだった時とか成功した時とか、私はこういう疾患があってこういうことをやってますって全部が筒抜けになるっていうのを、なかなか酷な話でやろうって思う人はさ相当いないと思うんですよ。私だったらちょっとやだなって、はい、思っちゃうんですけど、なんかもうちょっといい方法がないかなーっていうのはね思ってるんで、クリエイティブしていきたいです。そうです、カードか、うん、なかなか提出しづらいですよね。まあ、男性の同伴もしなければいけないことになったので、男性側もその休む理由として提出するものという意味では使えるものではあると思うんです、うん、はいはい、だけど、まあ、それにしても全てが筒抜けってなると、うん、これちなみにその同性にだったらそのオファーしやすいみたいなことだったりするんですか、うん、上司が女性だったら頼みやすいとか、あんまり変わんないんですか。いや、相当自分が不妊治療してることを言う人はほとんどいないと思います。あ、うん、私は全然不妊治療連絡カード、まあ、出せるメンタル持ってるんですけど、でもそれでもまあちょっと厳しいっていう感じかな。それは同性相手だったとしても難しい。そうですね。何かしらちょっと配慮、まあ、不妊治療っていう名前を変えるとか、あとその実施期間を書くとか、配慮のない、具体的にこちらから配慮してほしいことを書くとかっていうこと、ちょっと何かしらの伝え方を考えたいなって思いましたね。今までこう、自分だけでこう、有給取って、時間を見つけて通ってらっしゃったっていう方がね、多くいらっしゃると思いますね。そう。こんだけね、混んできたから、より仕事休まなければいけないことは増えると思うんですよ。でもおっしゃってた通り、不妊治療って必ずしもうまくいく人は限らないっていうところもね、うん、せっかく休み取ってやったのに、会社から書類までもらってやったのに、そうそうそう、で、まあ、それでダメだった時に、会社からしたらどういう風に触れていいかわからないみたいな、うん、こうなんか腫れ物に触るみたいなことになってもね、うんうんうん、難しいですね、本当に。そう、どっちに転んでもみたいなところが非常にセンシティブなものを、こういう書類だと難しいなって思った今週です。4月からはこういうことも変わっているということです、うん、絞りたてバービージュースでした。文化放送、文化放送、西川彩乃おいでよクリエイティブ FM916AM1134 で生放送中、文化放送西川彩乃おいでよクリエイティブ、火曜日はフォーリンラブのバービーと画家の中島健太と西川彩乃でお送りしています。突然ですが、バービーさん、歌手デビューおめでとうございます。 ありがとうございます。おめでとうございます。YouTube チャンネル、バービーさんの YouTube チャンネルでずっとこうインドネシアの歌姫への道っていうのをされていて、はい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 、はい、嬉しい。私レコーディングの様子とかも全部チェックしてたんですよ。うわ、嬉しい。絶対このクリエイティブでかけていただこうと思ってたんですけど、うん、こんななんか夕方大丈夫ですかね、夕方にかけていただけます。ちょっとセクシーな部分もありますけども。そしたら、はい、なんか今週のお隣さんで、はい、バービーさんゲスト出演されていて、はい、なんかもうそれでかけちゃってた。すいません、先にあのフライングで、フライングで、はい、他の番組でかけちゃった。お隣さん、他の番組で、すいません、かけました。すいませんね、そういうところ段階踏めない人間で、ごめんなさい。クリエイティブ。ちょっと改めてどういった曲なのか、バービーさんからお願いします。そうですね、なんか私とにかく東南アジアが大好きで、マレーシア、インドネシア、シンガポールあたりがすごい大好きなんですけど、それでインドネシア一人旅した時に番組見たんですよ、音楽番組。
そこでヒジャブをかぶった女性たちがいろんな色のタオルをねブン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 鳴らしこう回してノリノリになってる姿すごいかっこよくて、あーこの真ん中で歌いたいわ私って思って、ちょっと歌手になるしかないとインドネシアで歌姫になるぞって決めて、まあ、4年ぐらいいろいろ頑張ったんですよ日本で。でも誰も大人たちはいいねって言ってくれなくてあれレーベルつかずレコード会社の人うんともすんとも言わず、なのでいろいろ自分で企画して MV 撮って作詞作曲してもお願いしたりして全部自費でやりました。パワーありますねやっぱり。ミュージックビデオも自腹で。そうですね、 YouTube の売り上げを全部突っ込みまして、はい。でも今総再生回数2万いってないんじゃないかな全然いろんな各種、まあ、サブスクリプションサービスとかで聞けるっていう、はい、そうですね、はい、はい、全部のサブスク聞けます。 iTunes でも聞けます。先月の27日水曜日から聞けるようになっていて、はい、YouTube でもすでに公開されているっていうことなんですね。はい、MV もこれレコーディングの時は、うん、いかがでしたか。レコーディングの時なんかいやこれ YouTube で様子見られるんですけど、はい、1行目を何テイクも撮られてたんですよ。作曲とかは全部人に依頼するもんなんですか。そうなんですよ。作曲はインドネシアで結構活躍されている音楽プロデューサーのレタさんっていう人にお願いして作ってもらって、コロナ禍真っ最中だったんだって、はい、レコーディングもオンラインでつないで、で発音とかもこう聞いてもらいながらやったりしてるんですけど、インドネシア語喋れないんでそれなんか地上波のゴールデンでやりそうなことを自力でやってるわけですねそうです誰もうんって言わないから、はい、自分でやってました。これは、タイトルとか歌詞はどういう意味があるんですか。タイトルがヤ・ジャット・チンタって言ってイエス・フォーリン・ラブっていう意味です。なるほど。はあ、内容も私がというか女性がインドネシア一人旅に行って現地の男性と恋に落ちるみたいな。いいんですか大丈夫ですか。そういう、まあ、ある女性がってことです、ね、ある女性がという結構いう、ね、メロディーというか曲調はインドネシアではこう、うん、結構トラディショナルなものなんですか。そうなんですよ。ダンドゥって言ってて、ダンドゥって言うんですけど、はい、なんかちょっと民謡チックというかリズムは民謡チックなんだけど、ちょっとそこに、EDM 調なのが入っているのが今流行ってるらしくて、インドネシアで。でそれ のプロの人にプロデュースしてもらったっていう感じで、それもね全部インドネシアの人に出会う旅を国内でしてるんですよ大使館行ったりとかねコロナで海外も行けないし、行けないから大使館行ったりレストラン行って聞き込みしたりとかして、そしたら近くに三田の青空っていう居酒屋なんですけど、沖縄料理屋さん、沖縄料理屋さん、そこでインドネシアの友達がいて紹介しても人づてで紹介してもらったっていう。いや、はい、めちゃくちゃいい話ですね。曲出来上がってるわけじゃないですかそうなんです、はい、2万人には届いてるわけですよね2万人、いやここはインドネシアの人に届きたいんですよ ね、はい、今日もしいいと思ったらぜひインドネシアの方にもシェアしていただいて皆さんに、はい、それが一番です、はい、でちなみに私インドネシアではバルビーって言います、はい、バルビーさん、はい、バルビーさん、バービーは豚なのでインドネシア語で豚なので不浄なものに当たるのでなるほど、はい、バルビーってことに。バルビー、バルビーさん、はい、では曲紹介お願いします。バルビーでやジャットチンター。